大西洋クロマグロは、鈴木目、サバカに分類される魚の一種。大西洋の熱帯、温帯海域に分布する大型魚である。マグロ族の最大種で、分布域ではない日本にも、食用として輸入されている。かつては、太平洋産のクロマグロと同種とされていたが、太平洋産は、大西洋クロマグロの亜種、TT オリエンタリズ、または、 ベッシティオリエンタリズとして分類する説が指示されるようになった。また、大西洋クロマグロという和名は、ベッシティアトランティクスに当てられた大西洋マグロと紛らわしいため、西クロマグロという和名も提唱されている。制御は、最大で全長458センチメートル、体重678.68キログラムの記録がある。太平洋産のクロマグロよりも大きく、 大型魚が多いマグロ類の中でも最大種である。本種とクロマグロはマグロ族の中で最も胸びれが短く、第二背びれに届かない点で他種と区別できる。かつてこの2種は同種とされていたが、分布が連続しないこと、エラ派数が異なること、大西洋クロマグロは対抗背壁の筋肉が腹腔内に出るが、クロマグロは出ないことなどから、亜種、または 別種とする見解が登場した。メキシコ湾、カリブ海、地中海、黒海を含む大西洋の熱帯、温帯域に広く分布する。同じくらいの大きさの個体同士で群れを作り、外洋域を高速で回遊する。カツオやマグロ属多種と、コン群を作ることもある。食性は肉食で、イワシニシンサバなどの小魚、甲殻類、糖塞類などを捕食する。 寿命は30年ほどである。なお、サナダムシの仲間であるペリニバトリウムスペシーオサムが寄生虫として報告されている。この寄生虫の宿主として知られているのはヨシキリザメだが、ヨシキリザメが本種を捕食するとは考えられておらず、本種も最終宿主となる可能性が高い。一本釣り、エーナワ、ハエナワ、巻き網、ツキンボウ、テイチモウなどで漁獲される。 漁獲されたものの多くは日本へ輸入される。日本での用途は、クロマグロと同様で、刺身、寿司種、キマグロ鍋、焼き魚などの材料として珍重される。大西洋では前述の利用に伴って、本種の乱獲が進んでいる。さらに、本種の成長率が低く、成熟が遅いことも、個体数減少に拍車をかけている。 21世紀初頭の個体数は1970年代と比較して90%減少していると言われた。IUCN のレッドリストでは2011年にアンと記載された。一方アメリカ海洋大気庁は2011年に回復の可能性のあるスピーシーズ・オブ・コンサーンと位置づけている。欧米で本種の資源の枯渇に対する懸念の声が高まり、 2010年に開催された第15回ワシントン条約締結国会議でモナコ公国が本種の国際取引の禁止案を提案したが日本を一とした国々から資源管理のための漁獲量の取り決めを ICCAT で取り決めをする方が望ましく国際取引禁止は請求すぎるとして賛成20、反対68、危険30で否決されている。また 2010年のメキシコ湾原油流出事故で本種の繁殖海域にも被害が及び、その影響も懸念された。2011年1月5日に、築地の中央卸売市場で、恒例の初競りが行われ、香港の板長寿司を呼び、日本の銀座の寿司店が共に1本3429万円で、北海道、都井産の大西洋クロマグロを競り落とした。それは、 過去最高値のものの、香港で議論され、香港の看護触覚という団体などは、その店が4年間続いて、高額で、絶滅の恐れがある大西洋クロマグロを買うのを、批判し、大西洋クロマグロの保護のため、続いてセルノをやめる要望を要求している。また、看護触覚の担任者が、フェイスブックで人を集め、2011年1月8日に、 香港の左官閣にある、板前寿司の支店の前で抗議したが、この日の大西洋クロマグロは完売した。コレット、B、アモリーム、AF、ブースタニー、A、カーペンター、KE、で、オリベーラレイテジュニア、N、D ・ナターレ、A、ダイ、D、フォックス、W、フレドゥ、FL、グレーブス、J、ビエラ・ハジン、FH、ヒントン、M、ジョアン・ユールダ、M、 カダ、オー、ミンテベラ、C、ミヤベ、N、ネルソン、R、オキシンファード、H、ポラード。D、レストレポ、V、シュラビザ、J、ケラレッサ、R、P、ピリスフェレーラトレバソス、P& ウオズミ、Y、タナスチナス。 IUCN レッドリストオブスレッドオンドスピーシーズバージョン2011.2インターナショナルユニオンフォーコンサーベーションオブネイチャーリトリーブド14ディセンバー2011ありがとうございます